ホリエモンチャンネル。進みましたね。そうですね。いやー、ブリちゃんにはもうちょっとド派手なやつを、ね。まあ、仕掛けはいっぱいありましたけどね、サンフーロ。そうです、大体この人ね、漫画家なのにね、ちょっと気振るとすぐドバイに行ってるんですよ。お入りください、お疲れ様でした。放送が残り10分を切ってしまう。急いで質問したいと思うんですけれども、ね、解説席はどうでしたでしょうか。いやね、すごい面白い対決でした。あのね、ブリトニーさんなんかじわじわなんか黒っぽかったですね。いや、それもね、ケイム先生が最近じみじみ教えてくれてるから、それをね、頑張って生かそうと思って。いろんな人もいろいろ教えてるんですね。マージャンも教えてるよ、うん、すごい。どうですか、やってみて。すごい楽しかった。なんかみんなね、いい対局だったなって思う。マジ殺し合ったりとか楽しかったね。ブリちゃんどうでした。ブリちゃんもなんかじわじわ攻めてて、起き上がりはなかったんですけど、なんかね、頑張ったなって感じ。ブリさんどうでした。もう俺はあれだよね、もう一曲のバイマンをね。あーどうバイマンをクソ手でね。ナイスナイス。石戸下の子供が石戸下の子供が上がったじゃないですか。だから私が俺結構あの時イラッとしたの。出てた、出てた。リーチいね、リーチベーコーチュン、リーペーコーチュンで、ドラサドラで、ウラサウラサバイマン。もしそれを私が振っちゃってたら、多分やる気なくなって全然違うよ。あれだから実はあれが結構勝利ね。あーね、考えてみればそうですね。何言われてるのかわかんないですけど、私上がったと、上がった、そうそうそう、だから俺が多分トップになるのを阻止したの。やったやったできなかったの。よっしゃ、頭じゃない。だよ。いやもうね、正論。阻止したって言った瞬間からやんだよ。すげえいいリーチかけられたのにと思ったもん。全然気づいてなかったですけど、でもあんな楽しいですね。でしょ、楽しかった。よかったよかった。いや、俺ね、プロになれると思うよ。えわー、最高マジで。真面目にやれば、1年2年とかで、1年2年真面目にやれば。本当ですか。でも私プロになったら最初に、私女流ジャンに勝ったことありますって言っていい。そうだ、言えるね、言えるね。どうでした、私の後ろについてくださってましたけど。もうね、プロになれるって言われてましたけど、僕が一生懸命指導すればきっとプロになれます。あーゲームなんて私なんか言わなかったから。いやなる、ブリちゃんも大丈夫大丈夫。じゃあここから。結構いい。本当ですか。多分なんか割れ目でポンとか出してもらえる。割れ目でリアルななんか番組で。いや、気がね、気がすごいんですよ。なんかもういつも手が良くて、無駄なほとんどなかった。あんなさ、俺だって全然テンパリの数俺より倍ぐらい言ってるからさ、ね、俺は少なかったですよね。全然ね、すごい短い、ちっちゃいチャンスの中から頑張ってるって感じで。でも最後の最後が来なかったですね、全部。あと1枚がね、あと1枚が来なかった。まあ、そううまくはいかねえ。いやー、でもすごい楽しかったです。ということで、もう分からない時間なので、告知ある方はぜひ、DMM ラウンジで麻雀学園をカジヤンとやってますので、皆さんぜひ入ってください。そんなのやってんの。ここでオフ会とか結構開いてます。なのでぜひお願いします。はい。ちょっとなんかもっと頑張んないとな。すげえ反省しちゃう。
けど。はい、ということで本日の麻雀編は以上ということで、皆さんありがとうございました。本日のゲームホリエモンチャンネルはここまで。今回一緒に対局した浜田ブリトニーさんは自身のチャンネルピースチャンネルにて麻雀放送だけでなく様々なジャンルの番組を放送しています。特に麻雀番組はプロの雀士なども参加し熱い戦いが観戦できます。また今回解説していただいた生徒会長金子さんなども出演しています。要チェックです。それから一緒に対局したもう一方、大崎初音さんは日本プロ麻雀協会所属の女性プロ雀士です。協会の女流リーグの頂点、女流雀王のタイトルを3度も獲得し、その後も女流トップクラスの座を維持し続けている実力者です。今後の活躍に注目です。さて次回はどんなゲストがいらっしゃるのでしょうか。お楽しみに。輝けると思ってたけど、ありがとうごめんね、あとどのくらい繰り返せば。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。どう?